はい。たまたまね、渋谷にやってまいりましたよ。たまたまじゃないんだけどね。たまたまだよ。いや、買いに来たんだけど、ね、たまたま渋谷通りかかった。いや、そういうわけじゃないでしょ。ただ今一番ね、日本で人口密度が高いって言われる場所ですよ。まあね、なんかないかな。ガチャやる。あ、お前いるぞ。最低400円かかるけどな。200円出してよかった。水。ハロウィン近いしな。俺400円もすんだな。よし。羊のショーンじゃん。よっしゃ。バター焼きます。はい。はい。気づかれないかな。いや、気づかれないかなと。気づかれないかなって俺らが思ってることをみんなに気づかれないようにしてたもん俺。すげえ。外国人のゴリゴリの人がタクシーに4人乗ってた。4人。ありえない。だから4人はやばいな。ちょっと大きくなってたもん、タクシー。タクシーが、うん、たまに漫画とかの描写であるやつな。そうそうそう、タクシーがボンバンバンってなるやつな。そうそうそう、ルパンとかであるやつ。あるな、あれです。俺らが来たから全部売り切れてんじゃないの。Do you know where the address is? I don't know, but I think closed. Oh, okay. Okay, thank you. トンボだ。来たな。いや、言ったな。今言ったな。なんでトンボいんの。秋だから。秋か。もうここ抜けたらセンター街ですね。センター街じゃないや。そうだね。ランブル交差点ですね。散歩する季節になっちゃう。いや、ずっとだよ。散歩すると俺めっちゃ飽き。あ、そうなんだ。いや、いや違うじゃん。2回いつもに比べてな。俺手首折れそうだわ。ヒロキさん、そのウームのカメラマンやってる人とか、うん、ほんとすごいと思う。すごいよね。まあ持ちやすいようにちょっとパーツとかつけてるけど、これってさ、あの一眼でもっと大きいから持ちづらいし、すごいよくできてるよ、人間の手って。人間の手、ヒロキさんを褒めてるのかな。いや、それでもできるのが人間の手だから。人間の手すごいよ、その時。禁断ボーイズいねえかな。まあ、シャンプーやってたら禁断だな、多分。いや、俺なんか探しちゃってるよ。でも、僕禁断ボーイズのインクにここで会ってるんですよ、たまたま。いや、釣り目もいて。いや、いるな。面白いな。うん。俺らいるけどね、ここに。いるな。はい、はい、ということで今日のメインもよろしくお願いします。お願いします。じゃあね。これ取ったやつね。お前持っててくれたのはいいけど落としてたから。
何がショアの俺の道理どう車車そんなことはでも分かんないよ。落とすじゃん車の中に、うん、そんなこと言わないでよ。分かんないんだろ。これですとこれね。はい、ありがとうございました。はい。